キアラ、キアラ、キアラ、僕はアッシジの街で何度もこの少女を見たことがある。待って、フランチェスコ、あなたが太陽について話しているのを聞いたわ。私が夢に見て恋焦がれている太陽についてあなたが話しているのを。私はあなたとあなたの兄弟たちの後を追い、あなたたちの生き方を見て、それが私の生き方になることを願ったのよ。女性を仲間に加えることがどうしてできようか。僕たちは何も持たず、傷だらけの手をして氷のような体をしている。私にはあなたたちの声が私の声であるかのように聞こえます。あなたたちの思いは私の思いであるかのように思えます。あなたたちの祈りは私の祈りであり、あなたたちの行いは私の行いであり、あなたたちの目は私の目なのです。彼女の輝き、見開いた目の中に僕は二つの太陽を認めた。それは巨大な太陽だった。兄弟なる太陽よ、あなたは彼女の中にいた。だから僕は微笑んだ。ようこそキアラ、ようこそ君は僕たちの仲間だよ。さあ、行こう。そして、姉妹たちの会を作ろう。姉妹たちの会を。ありがとう、フランチェスコ。よろしくね。Buonasera a tutti, sono molto felice di essere qua, grazie all'invito del maestro Romualdo Barone e del professore Mizuno Sensei, e sono contenta di poter cantare insieme con gli allievi dell'AIC University questo cantico a San Francesco. Grazie, grazie, grazie. ロマルド・バロナ先生と私はこのカンティコ、つまり秘蔵物の歌を学生に指導いたしまして、この場で演奏できることを非常に嬉しく思っております。ありがとう、ありがとうと申されました。それでは第8番に移ります。Thank you.
子供たちは狼を優しく撫でる。
生まれたばかりの子犬を撫でるように。Thank you.